はい、皆さんこんにちは、ペットでございます。探偵神宮寺三郎夢の終わりにですね、熊野警部編パート7、7回目ですね。で、通算では29回目になりますね。ちょうどねこれをちょっと収録する前にもう一回ちょっと番号確認し直しましたんでね、前回6回目でちゃんと合ってましたね。はい、ではやってみましょう。で、MO からね、大森の PCD 生成への関与を確信しましたね。で、確保するべくね、野田刑事を大学へ、で、熊野警部は大森の家へ向かったところからスタートとなります。で、これでほぼほぼね、次が長いんですけど、ラストという形になりますんで、あーこれはミキちゃんか。ここあーまだ細かくあるんですね。ここが飛ぶんか。はい、では、行きましょう。一応ね、経緯が出ないんですね。経緯をたどりましょうかって言おうとしたんですけどね。はい、わしと神宮寺君は早速大森のマンション前へとやってきたということですね。さて、早速大森の話を聞きに行くとするか、そのことなんだが頼みがあると。なんだね改まってと。まず俺一人で彼女に話を聞きに行きたいんだとずっと考えてたんだが、クマさんが以前言ったように犯人がユカを殺すことをためらうような人間なら、川島殺しの偽装の時ユカに PCD を投与されたのは手段は間違っちゃいるが犯人の良心だったんじゃないだろうかと。 PCD の快楽は死が代償だと。だが犯人はユカに対して死の代償として快楽を与えてやった。そうは考えられないかと。犯人にとってユカをすぐ殺さなかったことは大きなデメリットだ。それを承知で PCD を投与するという方法を取った。室岡の言うように俺も何か犯人の葛藤を感じずにはいられないと。良心にかけるかということですね。夜中なんですね。神宮寺君は何度か大森京子と接触している少なからず彼女を信じたい、そういう気持ちがあるのだろう。少々危険な気もするが神宮寺君だから真相を引き出せるという可能性もある。よし、ここは一つ神宮寺君に任せてみるかということですね。わかった、いいだろうと。その代わり何かあったらすぐに知らせろ、いいなと。で、頼んだぞということですね。面識がある人間の方が大森も話しやすかろうとね。はい、で行っちゃいました、行ってらっしゃいませということですね。だが大森は事件にかかっているとなればこれ以上辛い役回りはないだろうと。今更ながらわしも神宮寺君も似た者同士なのかもしれんなと。で、留守だったんですね。ちょっと大学へ行ってこようと思うんだがとね、相変わらず言い出したら聞かん男だ。まあ神宮寺君にも考えがあってのことだ。ここは好きにさせてやるかとね。はい、で熊さんはマンション玄関に移動しましょう。あ、車で来てたんですね。今更ながら。あ、パトカー止まってる。あ、はい、無線がね、鳴るので、あ、出るでいいのか。野田です。現在、大森を尾行中ですとね。今どこだ。文英大学から20分ほどのところにある薬品工場です。今のところ工場内に入ったまま出てきませんとね。
神宮寺君には悪いが、どうやら尻尾をつかめそうだな。とにかく現場に急ごうということですね。わしは野田の待つ役人工場へと車を飛ばしたんですね。だが肝心の野田はこの辺にはおらんようだとね。ちょっといろいろ見てみましょうね。まあこれはね、フェイクなんでね、これで戻りますね。はい。まあ周辺から見てみましょうか。まあこれでね、とりあえず探して回らないといけない。さっきは工場前でしたから、今度は工場裏へ行きます。ということになるんですね。はい。で、工場前へ行こうとします。これ何回かしないといけなかったのかな。ちょっと外れでしたね。いけるかなと思ったんですけどね。あ、来たかな。はい。なんだ今の物音は。すぐ近くだとね、これで、下手に動かん方がいいと。これがね、ちょっとフラグを立てるのが大変なんですよね。うん。で、
わしは愛襲われたんだと。ああ野田刑事ですね。何度も言ったはずだとね。簡単に人を信じるなと。あんたとも刑事ともこれでおさらばだと。憧れていた。ガキの頃ずっと正義の味方だと思っていた。そして裏切られた。警官が麻薬やって家族に暴力振るって、正義ってなんだな駒野さんと。結局あなたの生き方は分からずじまいだったがねと。エモディスクはもらいますよと。人影ですね。石塚刑事がいるんですね。あれは気づいたとき、わしは病院のベッドで寝ておった。何でも軽い電気ショックで気を失っていたらしい。そういえば記憶の糸を手繰り寄せながらゆっくりと体を起こしたと。うわあ怖い看護師さんですね。石塚さんから病院に連絡が入ったんです。お二人で何かお調べになって いらしたと伺ってますが。石塚さんは隣の病室で検査中です。怪我をしたんですね。左腕を刃物で刺されたようです。幸い傷はそれほど深くはないようです。いえ熊野さんと石塚さんだけですがということですね。この後精密検査を行います。あくまでも念のためです。問題ないと思いますけど、出て歩いても困らないかねと。ああお隣ですかと。はい、ということで、ちょっとね、怖い顔の看護師さんとはお別れして、で話をします。傷は大丈夫ですか。俺の体はあんたみたいに弱じゃないと。助けていただいたそうで、俺を言いに。別に助けたわけじゃない、偶然居合わせただけだ。いや、わしにとっては大事な問題だ。礼は言わせてもらおう。勝手にしろということですね。そうですね、野田刑事がどこに行っちゃったかですね。さあここで聞かなければと来るので、話してくれないんですよね。とりあえず出ましょう。あんたなぜこんなことになったか察しはついてるんだろ。あんたを襲ったのは誰かは誰なのか本当は分かっているんだろと。意外にも先に口を開いたのは石塚刑事の方だった。やはり分かっているようだな。いくら平和ボケしてるあんたでもと。無駄な情けだの無駄のことだと。無駄などとということでね、違うと言い切れるのかと。今回の件はその甘さが招いたのだということを知れと。そのことで永田美希を危険にさらし、重要な証拠までもが奪われかけた。全てを疑えとは言わない。慣れ合い好きのあんたらにはもう無理だろうからなと。だがこれだけは覚えておけ、裏切る方も裏切られる方も根本的な甘さは同じなんだと。だが彼はわしの中で認めたくなかった疑念の全てをあっさりと肯定してしまったと。誰も助けてはくれない、自分自身で這い上がってくるんだなということですね。では対処としましょう。
はい、で、ここでね、電話をかけることができるので、したらね、神宮寺さんが来てくれるんですよね。俺がマンション前を離れてから何が起こったのか話してくれとね。襲われた理由に心当たりはあるのかと。ああ、預かった MO が狙いだとそう言っておったとね。幸い質が研修のおかげで MO は無事だったが、言っていた？そいつと話したのか。ああ、失いかけた意識の中ではあったがねと。そいつは誰だった？野田じゃないのかと。なぜそれを？俺はさっき村井哲司という男に出会った。彼は大森京子の父親だった。俺はわずかであるが大森京子の過去を知った。そして野田のことも。野田正弘という男は大森京子のことを知っていたんだと。彼が大森京子のことを知りながらなぜ俺たちに隠していたのか、その理由はさっきまでおぼろげだった。しかし熊さんの話を聞いてその答えがはっきりした。彼はもういいと、もうそれ以上言わんでくれと。ちょっと石塚のところに行ってきたい、病室を教えてくれと。はい、ということで、張り込みの晩はね、ここで終了という形になります。まあ、若干ちょっとね、20分よりは早いですけどね、セーブしてね、今回はここで終了という形にさせていただきたいと思います。多分ね、こまめに来るんじゃないかなという印象ですね。はい、では残りはね、もうあそこの山荘の方にね行く場面になってくるかと思いますんでね、またそれはちょっと次回の方にね、やっていきたいと思います。でちょっと時間、収録時間見ながらね、カット点、途中でね、終わるかもしれませんけどね、ご了承いただきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。